そういうことですよね。はい、こんにちは、ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございます。今日のテーマは新入社員に伝えたい3つのことです。僕はこのライフスキルの教育、ライフスキルの学校を立ち上げて、これまで1万人以上の方に社会で自己発揮するための教育を提供してきました。そのポジションで、今これ4月ということだから、学生さんが新しい会社に入るという時期でございますので、その新入社員の方が、どうやったら自分の力がその職場で発揮できるようになるのか、そしてどうやって自分の力をこう高めていったらいいのかというところを、3つ紹介していきたいなと思います。はい、早速結論から言いますね。まず1つ目、信用を稼ぐ。2つ目、本を読む。で3つ目、ミッションを見つける。この3つを順を追って紹介します。まずは信用を稼ぐということです。これ大事ですよね。新しい職場とか新しいチーム、新しい仲間だから皆さんの信用っていうのはないんですよ。全くゼロなので、その信用がないといろんな仕事を任せてもらえないし、自分がやりたいって思ったことを見つかった時に助けてくれないんですよ。だからまずは信用を稼ぐということです。これ大事です。皆さんができることも限られてる、そうでしょうか。やっぱり学生さんから、社会人になったばっかだから、でベテランの社員さんと比べたらその会社の中ではできることが限られているから、まずはその場で信用を稼ぎましょう。そのために大事なことは、与えられた仕事を全力でやるということですね。まずは全力でやる、これ大事です。自分の 100% でいいんですよ。自分のできる限りの 100% でやるということ、この全力でやるということと、スピード、めちゃめちゃ速いスピードでやる。スピードっていうのは情熱です。スピードが速ければ速いほど皆さんの情熱が相手に伝わります。この2つ目がスピードと、3つ目は相手が期待している 120% の仕事を返すということなんですよ。これが大事です。この 100% だと当たり前なんですよ。500円の商品を買って500円の価値のものを提供してもらったら、このお金払ってこれだと当たり前やな、これなんですよ。でも500円のお金を払って2000円のサービスが返ってきたら、うわーって感動するんですよ。満足するんですよ。でその満足したことを誰かに伝えたくなるんですよ。そうするとあなたの仕事の評判っていうのがその社内にどんどん回っていって、信用がぐんぐん上がってきます。だから一つ目は信用を稼ぐということが大事であり、そのためにはまず与えられたことを全力でやる、そしてスピードは情熱、そして三つ目は120% の仕事を出していくということ、これが大事ですよねということが、まず、信用を稼ぐということです。2つ目、本を読むということです。これがねものすごく大事で、目の前に仕事を与えられた、それを一生懸命やる、それ大事なんですよ。目の前のことをやるのは大事なんだけど、いろんな視点、いろんな考え方、いろんな世界に触れることも大事なんですね。それで一番コスパがいいのがやっぱ本なんですよ。本あれね、1500円とか1300円とかじゃないですか。あの1冊、200ページの中で、もう著者がね、40年とか経験してる、50年とか60年とか経験してる、知識とかメソッドとか能力とかその業界のこととかね、知れるんですよ。1500円で、2時間ですよ、かかったとしてもですよ、2時間読んでそれが知れると。でそれを、新しいことを知れることで自分との対話になるんですよね。あ、こんな世界もあるんだ、これやってみたいとか、あ、でもこういう考え方は自分には合わないなっていうことで、自分との対話になって新しい世界も知れるということやし、新しい知識も知れるし、自分の思考もどんどんこうね、視野が広がっていくということなんで、本を読むことはものすごいおすすめです。で日本人ってね、全然本読まないんですよ。あのね、統計で出たんですけど、だいたい日本人の平均毎月読む量が 0.6 冊って、もう1冊にも満たないっていうことなんですね。で平均ですよ、平均社会人の方の平均の勉強時間、これもね統計で出てるんですよ。これも驚きですよ。平均ね、毎月で仕事以外で勉強してる時間、それね6分なんですよ。全然仕事以外で勉強してないんですよ。仕事以外で本読んでないんですよ。でもちろん仕事一生懸命することは大事なんだけれども、もっともっと幅広い視野を持って、世界を見つめること大事だと思うんですよ。マンションで1階で見える世界と、マンションの50階で見える世界が全然変わってるんですよ。
マンションの1階から見たら問題には気づかなかった、でもマンションの50階から見たら目の前にある問題にも気づくことができるし、自分の方向が間違っているということも気づくことができる。だから本を読むことは大事です。でおかっちは、僕はね、あの瞬読っていうテクニックを身につけたんで、だいたい1冊3分で読めちゃうんですよ。1冊3分で読めるから毎月100冊を目標にやってます、やってるんですけど、皆さんもなんか月1冊、最低でも1冊もしくは、3冊自分が今興味があることでいいんで、まあ、あの本を買うっていうことをもう置いといて、本屋を散歩するっていうことでも全然 OK。 もう大好きな音楽を聴いて本屋をブラブラ散歩して、あ、興味があるなっていう本があったらこう手に取ってちょっとパラパラって見てみる、それだけでも全然 OK で、興味があってこれをもっと読みたいなと思ったら本を買うと、そんな感じでも全然 OK なんで、本を読んで皆さんの世界を広げていきましょう。これが2つ目で、3つ目それはミッションを見つけるということです。これものすごい大事ですね。これミッションがあるのとないのとでは、そのエネルギーの量とかやる気の量とか、人生の楽しさが変わってくるんですよ。これよく言うことで、そのあれですよ、レンガ職人の話ってあるじゃないですか。レンガ職人、3人のレンガ職人がいて、1人目のレンガ職人はただレンガを積んでるだけ、全然面白くないって言ってレンガを積んでる人が1人目、2人目は俺は仕事のためにレンガを積んでるんだ、これをやって家族を養ってるんだっていう仕事のためを持ってやってる人で、3人目は何なのかというと、このレンガっていうのは将来大聖堂、教会になるんだと、この教会ができたら世界中からここにお祈りが来るんだ、そんな光栄な仕事をさせてもらって私はとても嬉しい、幸せだと思って仕事をしている。全然ね、あの同じことしてるんですよ、同じレンガを積むってことやってるんだけど、気分がちゃうし、モチベーションが変わってくるんですよ、エネルギーが変わってくるんですよ。無理やりスイッチを入れなくてもいいんですよ。1人目、なんでこんなことを俺がやらなあかんねんって思って仕事していると、自分で毎日奮い立たさなあかんなんですよ。で、嫌やなって気分が残って疲れるんですよ。でもね、3人目、俺は教会のためにやってるんだ、勝手にやるんですよ。スイッチ勝手に入ってどんだけやっても疲れないんですよ。そっちの方がの伸びるし成長するし、ワクワクしてる人の周りには周りの人がどんどん集まってくるんですよ、助けてくれるんですよ。だからミッションを見つけるってことがとても大事です。でミッション、例えばコピーを取るというミッション、コピーを取る、これただの雑用だけれども、このコピーを取るということでどんな意味があるんだろうと、これはこれをやることであの人はどういうふうに助けられるんだろうとかね、その仕事頼まれた人がどういうふうに助けられるんだろうということを想像してやる。これをね、まあ、3日以内にやってくださいって言われた、これを1日でやると相手はすごい喜ぶんじゃないか、じゃあやろうとかね、今この掃除をしてる、だるいなって掃除をしてるけれども、ここを掃除をすることで近所の人に愛されて、僕も気分よく仕事ができるし、会社の人も気分よく仕事ができる、だから綺麗にしよう、行き交う人がいたら挨拶をしよう、そういうふうなミッションを持つと毎日全然変わってきます。ただやらされてるんじゃなくて、これをやってることでどういう意味があるのか、そのミッションが見つかれば、やらなければならないことがやりたいことに変わります。Have to が Want to に変わる。だからミッションを見つけましょうということでございます。はい、ということで、まとめです。今日は新入社員に伝えたい3つのこと、自分の力を社会で、その会社で発揮するために大事な3つのことを紹介してきました。まず1つ目は信用を稼ぐ。まずはその場で信用を稼いで、仕事をしやすい環境を作っていきましょう。で、2つ目は、はい、本を読むということ。今やってることを全力でやる。これは大事ですけど、もっともっといろんな世界を知って、いろんな能力を身につけていきましょう。そして3つ目、これはミッションを見つけよう。今やってることをやらされてるんじゃなくて、これをやった先にはどんな世界があるのかっていう、そのやってることのその先をイメージして取り組みましょうということでございます。慣れないことも多いし、新しいことも多い。そして失敗が怖かったり、これ、面白くないなって思うこともいっぱいあると思うんですよ。いっぱいあると思うんだけれども、一つ一つ自分がやりたいことを、やりたいことをやっていくのもそうやし、やるべきことをこなしていくことで力をつけて、皆さんが置かれているその職場で花を咲かせれるようになれば、僕はめちゃくちゃ嬉しいです。こんな感じで、今日はおしまいということで、このチャンネルでは、人生とか仕事、そして子どもの教育に役立ち、そして力になるような配信をしております。よかったら切る前にいいねボタン押してくれたら嬉しいということと、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ということで今日はこれでおしまい。じゃあ皆さん素敵な一日を。さよなら。思い出すな、スーツ着てた時のこと。
はい、まだ10分経ってないんでね、もう少し10分経たないといけないと思うので、特にはないんですけどもね、思い出すなと思って、今僕39歳なんで、社会人になったのが22歳だから17年前ですよ。会社に入って4月7日ぐらいかな、もう和歌山で働きなさいっていう風に配属が決まったんですよ。もう全然縁もゆかりもない和歌山やったんですけど、あの配属が和歌山だったから僕は今この仕事をしてるんだなって思います。本当にその時は望んでないし、その時は自分で選んだものじゃなくて強制的にそっちに行かなあかんかったんやけど、その中で自分の中でこう意味を見つけてミッションを見つけた結果、今の自分がやりたいことを仕事できているのかなと思います。ですので、なんていうかこう無理やりねやらされたりすることも多いと思うんですけども、その中でやっぱこう意味を見つけてミッションを見つけてやっていけば自分の人生がこう切り開かれていくと思うんで、そんな感じでやっていけたらいいなと思います。はい、ということで以上です。皆さんさよなら。素敵な一日を。これでいけたかな。